静岡ブルーレブズ対三重ホンダヒートの一戦をこれからご紹介いたします。会場はヤマハスタジアムです。ヤマハがモンスターエナジーヤマハ MotoGP 2021年の MotoGP チャンピオンのマシン、そしてレプソルホンダは1990年代から15回の年間優勝を誇るという伝統あるチームのマシンになります。ヤマハスタジアムにこの MotoGP のエンジン音が響き渡ります。ベーテンに対しては低いタックル、今小林短いパス、イラウアへ強い選手でどんどん当ててきます。ブルーレンズジョニー・ファウリー、そしてもう一度ベーテン、かなり右に移動してきますが、オフサイドのアドバンテージを見ながらですがトライを取り切りました。最後はマルジン・イラウア、ダミーランを挟んでここもパスダミーで奥村、このパスは繋がらなかった。逆に切り返します、渡辺寛太、再びオフロードは繋がらないか、再びブルーレブズです。アドバンテージは解消、そしてグリーンホールのキックですがトムバンクス戻っていました。トムバンクス選手もさすが、キックダミーで外れて逆に入った、グリーンホール、2つ連続ブルーレブズトライ取ってきました。もうなんか世界一のサーカスを見てるかのようなね。リスタートです。オガンテのキック 22m ライン入ったところからキーガン・ファリアー、ここもブレイク、前には2人、サポートはどうでしょうか、イラウアには渡さない、まだ外す、 22m まで持ってきました。さあそのままインゴールまで、そしてノーホイッスルトライ、最後はマリー・ダグラス。クアナに合わせてモールを組んだ、先ほどはトライを取りきれませんでしたが前にドライブする、ボールは日野、すぐに出した、グラウンディングはトライです。今もブリーホールのなんというパスでしょう、日野を飛ばしてイラウア、順目順目、ここで逆に振ります、クアの栄心、持ち出してからのマリー・ダグラス、ここなんですよね、もう一つ持ち出してイラウア、さあトライなるか、長いパス外側、よく見えていますブリーンホール、最後はキーガン・ファリア、感じていたっていう表現に近いですかね。プレッシャーをかけるブルーレブズですがボール出してきた、もうバックドアを使う上村から外側、一番外側、渡辺寛太は打ちに切ってくる、奥村選手もよく変わりましたね、ボールは取ったか、庄司拓磨です。そして前半終了となります。31対0での折り返しです。前が崩れましたがボールは出てきます。ペナルティアドバンテージを見ながらテビタリーのクラッシュ、順目走り込んできた、小林亮太、さあこのまま取り切ってきた、素晴らしいランニング、後半1分30秒でまず1本返します、三重ホンダヒート。まだ自陣ですがボールをつなぎます、テビタリースペースが短いパスをつないで小林から、さあ渡辺寛太外側1枚、フレザークワーク、このサポートどうか、ラックにした、竹中すぐに寄ってきます、ギャップが開いた、竹中太一はここでボールを置いた、いい小林選手順目に離す、パスはつなげない、竹中大戸が抱え込みます、サイドをついてきた、ボール、トライです、いいですね、インボールに入っていました、最後もスタート、ラインアウトです、やはり
フォアのブルーレブズ今日のラインアウトいいですね、はい、そのディフェンスをタイミングずらしてる。あこれはローラーです、そうですね、アドバンテージ見ながらここも接近してパスを離した日野からついたまついたまスピードアップ、また日野選手がやってしまいましたねポジションを背番号変えてあげようかな伊藤平一郎左サイドにフォワードが回ってきます。もうスタート小林捕まえました。しかしアドバンテージ出ています。右へついたまからダグラスはつながらない、後ろから山口フートが入ってきましたがここはノックオン、アドバンテージの場所を戻ります。グリーンホールは右へ奥村からファウリー、ここは一発で止めました。服部のジャッカルは認められません。東一マルジンイラウア、もうスタートのタックル、そして乗り越えたか、ああ取りました。いやこのもうスタートワークのスピード、あと一つ飛ばしてもうスタート、ここはただバックダウン読んでいたが、このバンクスキレのいいステップ、外へ開いたか、小林には繋がらない、ノックオンでした。ただあそこから外してくる見事なランニングですね。もうスタート、低いタックルはジョーンズ、リチャード GO、 さっき手前にいましたよリチャード選手瞬間移動したかなと思う。長いパス、渡辺聡輝パスダミー、内に切ってきます。竹中から、うん、バックスにつなぎます。おお、ビハインザバックパスつないだトムバンクス、右へクイック離したところですがつながらなかったか。今のもいいチャレンジだったと思いますけどね。いや、トミが出す、もう一度ファウリから後ろのスペース、奥村、ミッチハントが捕まえます。手前に移動してきた、トミ我慢して出した、ピュータウンからファウリー、今やトミ選手前の作り方が分かったですね。ここももうスタート、なんとかさばいた、竹中からミッチハント、レブスとしてはしのいでこのゲームを終わらせたいという80分を回っています。コナーウィホンギ、そして竹中から小林亮太にはジョーンズのタックルです。タックル、木田を持ち上げたマリー・ダグラス、モールという声、ボールは出てくるか、いや逆にレブズに入った、最後倒れながらプレーをしてしまったということでまたイエローカードが出ます。そしてプレーを切りました。ここで試合が終わります。最終的には43対14、この弥富勇気の150キャップを見事勝利で祝いました静岡ブルーレブズ、これでリーグワンで初の3連勝となりました。ブリーンホール選手、今日のプレーオブザマッチはブリーンホールとなりました、うん、ね、まあ、一つ一つのこう判断、こう相手に、次を読ませないプレー選択、プレーのモーション、本当に、まあ、世界、こう一の技を見ることができましたね。